中年オタッキーです。先日は、緊急ライブというか、突然のライブにね、もう関わらず、たくさんのね、ご来場、いただきありがとうございました。で、ね、孝太郎さんね、もう本当にありがとうございました。孝太郎さんいなかったらね、ライブ実現してないんで、さすがにね、あそこで一人で喋る勇気はないんでね。はい、ね、ライブなんですけども、今月の月末ライブなんですけど、居酒屋からやろうかなと思ってます。で、ちょっとまだ日程がはっきりわかんないんですけど、参加希望の方を募ります。四国でやります。ちょっとね、はっきり決まってないんですよ。一応ね、参加したいなっていう人はね、中年オタッキー2の方にね、DM ください。どの地域の人が多いかで参加場所を決めようかなと思ってます。だから、愛媛とか岡山の人が大量に応募してきたら高松あたりぐらいまで頑張っていくし、関西方面からね、参加希望があればね、鳴門でやってもいいでしょうしね、鳴門、大阪から1時間半ちょいぐらいで、行けるんでね、帰りがちょっと問題ですけどね、の酒が入るんでね、飲むなっていうわけにもいかないし、じゃあ今日の動画ですね、このカメラ、これね、これもまた和孝様からね、ご提供いただいたね、オリンパスオートアイっていうカメラになります。はい、それでは動画スタートしていきます。はい、このオリンパスオートアイなんですけどね、一応ね、大まかに分けて2タイプあるみたいです。で、針側の種類が変わったりもしてるんで、詳しい情報はちょっとわかんないんですけども、グレーの針側だったり、この、黒の針側だったりね、してます。このね、で、和孝様から提供いただいたオリンパスオートアイはね、オートアイ2になりますね。ここにね、これね、露出プレビューボタン、露出の数値がね、ファインダー内に表示される、シャッターボタンを押さずとも、ここを押したらね、露出の数値がわかるんですけど、これがね、搭載されたものが、オートアイ2になるんですけど、搭載されてないものの方がレアらしくて、高値で取引されてるみたいです。で、世界初のね、AE カメラなんですけどね、厳密に言うと世界初じゃないみたいですね。1938年にね、コダックからコダック620、620っていう、カメラが出てまして、それが、エレクトリックアイ、オートアイ、AE ね、を、搭載した初の、カメラということで、世界初のカメラということで、このオリンパスオートアイはね、35mm 版、ライカ版ですね、ライカ版で初めて、EE ですね、を搭載したカメラになるみたいです。で、EE といってもシャッター速度優先 AEEE ですね、シャッター速度優先モードのみの搭載で、基本的にはね、もう EE 撮影しかできないですね。なんか、絞りをね、マニュアルで設定する方法もあるみたいなんですけども、ちょっと僕よくわかってないんですね。なんか難しいらしいですけど。ほんでね、セレン光電池。ここだ、セレン光電池を利用して、エレクトリックアイ EE を、制御するので、セレン光電池が死んでるカメラはちょっとこのカメラ苦しくなります。和孝様から提供いただいたこのカメラは、セレン光電池はバッチリ生きておりました。もう完璧でしたね、精度もね。でね、シャッター速度は、500分の1まで、絞りはね F2.8 から22までということです。で、ファインダーはね、逆ガレレオ式で、ブライトフレーム付きのファインダーでして、なんだっけ、パララックスの自動補正はついておりませんので、自分で考えて構造を変えないと、首ちょんぱになったり、体が真っ二つになったりします。ほんで、ちょっと作例をね、紹介していくんですけども、今回の作例はね、初めて使ったんですけど、ケント目は400、で撮りました。で、現像液の温度が、22度、富士 SPD22 度、1対1希釈で6分30秒現像してます。まあ、
その400のフィルムとしてどうなのかなと思ったんですけども、階調もしっかり出てますし、まあコントラストもね、しっかり、出てていい感じの絵にはなってます。まあコダックのトライ X に比べるとちょっと階調豊かじゃない、まあ階調豊かとは言い難い、フィルムになるんですけど、実用的に十分使えるフィルムっぽいですね。これ安いんですよね、ケントマイヤー400ね。でこのカメラの特性なんですけど、逆光、強い光が入ってもね、レンズに強い光が入ってもね、結構ね、コントラストが崩れずに、ね、なかなかいい描写になってると思います。で、このカメラなんですけど、露出系じゃんわ、距離系がね、粘ってたんで、粘ってたのと、距離系が狂ってましたんで、この上部をね、分解して、粘りを取って、距離計を調整しました。で、前玉回転式なんですね。前玉回転式でレンズが伸縮するんですけど、その伸縮するのに合わせてミラーの角度が、こう、棒で押されて変わるみたいな方式になってましたね。比較的ね、調整は簡単です。距離計側のミラーの緩めて、ネジを緩めて、で、無限遠に合わせて、固定して、その20像で確認するっていう作業を何度かやってぴったりになったら、OK みたいな感じですね。はい。で、このカメラの相場なんですけど、ヤフーオークションで見る限りはそんなに高くないです。メルカリでもそうですけど、だいたいね、2000円から6000円ぐらいで取引されることが多いんですけど、運が良ければね、ジャンクカメラまとめて5台セットとか、そんな中にね、入ってたりして、1000円ぐらいでね、入手することも可能と思います。で、よいしょ。ね、この、スクリューって言うとね、こんな感じでね、これね、全部削り出しなんですね。結構ね、手が込んだ作りになってまして、で、堅牢性も良さそうです。結構ね、強いんじゃないかな。ちょっとわかんないけど、まあ、壊れる筐体もあるでしょうけど、その、シャッター膜とか絞り膜のね、粘りとか、そんなのも除いて、これ、脆弱性は感じにくいですね。結構ね、シンプルで、質実合計に作ってあるって感じです。で、このカメラの運命なんですけど、1960年、昭和35年に発売、21,500円だったらしいです。で、ライカ版で世界初の、カメラだったんですけども、このカメラが出た次の年に、例のね、キャノンの初代キャノネットが登場しまして、爆発的に売れましてね、完全に影に隠れたんですね。もうスペック的にも完全に負けてたんです。キャノネットはね、サークルアイって言って、このレンズの方にね、セレン光電池がね、搭載されててです。これは、こっちにね、セレン光電池が搭載されるでしょう。何が違うかって言ったらね、サークルアイになると、フィルターをつけて補正しなくていいんですね。フィルターの、何ですか、色がその、サークルアイにも被るんで、露出補正が必要ないと。で、こいつはフィルターをかけると補正してやらなきゃいけないっていう話になるんで、めんどくさい。あとね、マニュアル操作。キャノネットはね、EE カメラでありながらマニュアル操作が簡単なんですね。で、さらにパララックスも自動補正ですし、いろんな意味でね、値段もね、キャノネットの方が安いんで、もうそらね、これ完全にね、こいつはね、影に隠れてしまって、3年ぐらいね、1と2はして3年ぐらいしか売られなかったみたいですね、残念なことに。で、今回の作例をね、見ても分かるんですけど、映りはもう十分なんですよね。まあ、キャノネットに比べてレンズが暗いっていう弱点はありますけども、映りは十分ですし、で、初代キャノネット以前からも言うようにね、脆弱性が結構見えるんですね。EE 制御をするのに、構造が複雑でして、ちょっと調子を崩すとね、もう EE が制御できなくなったり、シャッターが切れなくなったりするし、で、調子を崩したら修理も難しいんですね、なかなかうまいこと動くようにならないんですよ。そういう意味ではね、このオリンパスオートアイね、まあ、球数は少ないんですけどね、結構いいと思います。で、デザインもね、このね、なんていうんですか、車好きな方なら分かるんですけど、TE27 レビンあたりのね、なんか、
空気が感じられますよね。そのメカメカしいっていうんですか。僕はこれ好きですね。写りもいいですし、安いですしね、何より。いい時代ね、あってもいいのかもしれません。ちょっとカラーはね、撮ってないんですけど、カラーどんなんでしょうね。はい、今日のね、カメラ紹介のコーナーは、こんな感じになっていきます。で、ここからは、いつもの、視聴者様の作品紹介になってまいります。はい、作品紹介のコーナー、トップバッターはね、野良旅人さんの作品2枚。1枚目縦構造でね、オアシス、コニシロックパール4か、でね、ベルビア100で撮られてます。絞り F4 シャッタースピード250分の1ということで、以前ね、俺のカメラのコーナーでね、紹介させてもらったコニシロックですね、高坂サービスエリアで休憩時間に撮影しましたということで、休息の合図、これ高坂サービスエリアのどの辺だろうな、うまいこと撮ってるな。僕高坂しょっちゅう行くんですけど、寝てるだけなんですあまり昼間うろつかないっていうのもありまして、で2枚目がね、スタンバイ、というで、ミノルタエールコダックゴールド 200F5.6 シャッタースピード125分の1。これ以前ね、カメラプレゼントでね、野良旅人さん当選されておりまして、僕が送ったこれミノルタエールで、撮影しておるということで、地元の湖をやめため選択数 645N2 で撮影するためにスタンバイ夕焼け待ちということで、これね、なかなかね、印象的な写真になってますね。レンズにね、直接光が入らないように、カメラでね、カバーをするというか、守るっていうね、撮り方をしてね、素晴らしい印象的な写真になってます。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。次がね、みかん星人さん、初投稿ですね、みかん星人さん。タイトルが働く車、カメラミノルタ XGE、レンズ MC6 コール PF F1.7 50mm、フィルムがね、富士記録用100ということで、休日の昼下がり散歩がてらの撮影、大柄な車体の周りにはキビキビ動くフォークリフトを撮ってみました。これね、海上コンテナをね、運ぶね、フォークリフトで、これ50トンフォークですね、多分。ちゃうわ、これ鉄コンか、鉄道コンテナだから25トンフォークかな。ちょっとね、光はないんですけどもね、これ縦構図で撮られてて、で動き物なんでね、これなかなか難しかったんですよ。これなかなかいい感じだと思います。もう光があったらよかった、もう惜しかった。色がちょっとね、色温度が下がってしまってますね。はい、みかん星人さん、ありがとうございます。次ね、ドリームロコモーティブさんの、作品、2枚組写真です。タイトルがね、春近し、カメラニコン F60、 レンズニコン AF ズームニッコール 2885F3.5 から 4.5、 フィルムがね、アグファフォト、APX400 です。APX400 長巻きでね、購入されてるんですよね。ドリームロコモーティブさん、僕にもね、ちょっと送ってもらったんですよ、実は。早く使わなきゃいけないんですけど、なかなかね、時間が、ないんですけどね。D76 にて自家現像、現像時間20度、現役で9分30秒ということです。これ室内で撮られてるんですけどね、部屋の中にね、すりガラス越しにね、ちょっと光が入って柔らかい感じで、いい感じに撮られておりますね。これ、アグファフォトのね、モノクロフィルムもなかなかいい感じでね、ちょっと柔らかい調子で撮れておりますね。はい、ドリームロコモーティブさん、ありがとうございます。はい、次がね、369モノクローマンさんの、作品で、タイトルがね、向き足差し足ってことで、これ抜き足差し足かな、ひょっとしたら、ご職かな。フィルムがね、アドックス、CMS20i2 プロ、D76、3対1希釈ですね。ニコン F3 レンズフォクトレンダー、カラースコーパー 20mmF3.5F マウント、フィルム乾かす時にゴミがたくさんついてしまいましたが、処理してません、ごめんなさいということなんですけど、
に感じられないですね。僕実はね、あの光が強く入った写真とか逆にねゴミをつけたままね、あの作品にしたりすることもあります。それが印象的になったりするんですね。それちょっと裏技ですけど、これ猫のね足だけをね、着目して撮っておられます。面白い写真になりますね。向こうからね光が入って、これ何ですかね、格子状のね、木材の格子状のものの上に、なんていうんですか、にゃんこがそーっと立ってるみたいな感じのね、足場が悪いのかな、はい、いい感じですね。369モノクローマンさん、ありがとうございます。はい、次がミッシェルさんの作品。どちらもね、オリンパスペン EE3 で撮られてます。1枚目がね、在京の昼休み。2枚目が、庭に彩り、静電気除去ブラシ。ということで、富士業務用100で撮られております。ペンらしいね、ちょっと柔らかい画質でね、富士の業務用とね、この1枚目のね、林と青空が合ってますね。で、2枚目がね、静電気除去ブラシっぽく見える。これ何の植物ですか、一体。これ、なかなか色鮮やかに、これね、富士業務用100なんですけど、結構赤色がね、いい発色するんですね。あんまり僕、業務用、最近使ってないから、もう忘れちゃってましたね。もう年単位でね、もう使ってないんでね。はい、今日のね、作品紹介のコーナーは、ここまで。次がね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーね、またちょっと混雑してきましたんで、今日は2名様の紹介ということで、最初はね、池さんの、俺のカメラ、ミノルタ A2、私の写真の原点といえる、父のカメラですということで、これね、A2 っていう部分だけにね、光が当たるという演出でね、見事に撮られております。ミノルタの A2 ね、僕触ったことは一応あるんですよ。カメラの何輪にね、置いてあるやつをね、触ったことあるんですけど、ちょっと高くて手が出なかったんですね、その時ね。手が出なかった、高くて出なかったって、手が出なかったっていうか、持ち合わせがなかったんですね。4500円かなんかで、売られてて、あ、欲しい欲しいと思って、これね、ずんぐりむっくりでね、なんて言うんだろうな、なんかカレーパンを連想させるような形のね、カメラなんですけどね、まあミノルタなんでね、レンズはね絶対いいでしょうしね、池さんの作例でもね、なかなかいい作品できてると思うんで、いいカメラなんだろうなと思うんですけどね、入手に至っておりません。はい、池さんありがとうございます。次がね、サファイアさんの俺のカメラ。これね、キャノンのね、ニュー F1 と、ニコンの F3。これね、豪華な組み合わせですね。なかなか、キャノンニュー F1 はね、モータードライブ FN 付き、レンズがね、FD の 50mm F1.4。これニュー FD の方ですね、これね、多分。で、AE ファインダー FM ついてますね。ニコン F3 の方はね、モータードライブと、ハイアイポイントですね、これね。ニコール 50mm F1.4 がついておりますね。これ組み合わせね、これ新品で買ったらいくらになるしね、こんだけね。モノクロームでね、撮られておりまして、このブラックボディのカメラをね、モノクロームで撮るってなかなかかっこよく映りますね。はい、これどちらもね、重量級のカメラで、これを2台振り回すと、なかなか体力を消耗しそうですね。はい、サファイアさんの、紹介ありがとうございました。どうもありがとうございます。で、今日はね、やったー、やっちまったのコーナー投稿来ましたんで、次はやったー、やっちまったのコーナーです。はい、最近始まりましたやったーやっちまったのコーナーなんですけども、今日はね、369モノクローマンさんからね、やったーのコーナーに投稿が、来ました。カメラはね、ニコマートのね、ニコマート FTN かな、これ FT かな、オートニッコールのね、 50mm F1.4 付きと、岡山のとある古いメガネ屋さんでサングラスを物色していて、その店はとても
ても古いメガネ屋で一点物のメガネたくさんある昭和の雰囲気漂う店でしたと。自分はね、肩からねライカ M3 をぶら下げながら店主と古いメガネの話やカメラの話で盛り上がり、お気に入りのサングラスも見つかったので買うことにしたと。で帰る寸前に店主がこのカメラあげますと。奥からニコマートが現れました。なぜなんだか昔に知り合いがくれたとかで使ってないのでどうぞということで、話が盛り上がったからなのか最初から壊れてるかと思いきや、全くもって問題なく、さすがニコマート壊そうと思っても壊れない有名なカメラだということで、しかもレンズもね 50mmF1 っていう、綺麗新品クラス、さすがやってさすがメガネ屋さんの管理ということで、グラサン何個か買ってニコンがついてくるというね、タダでもらったということですね。いやーこれ羨ましい話ですね。僕ね、オートニックオールはね 1.8 しか持って F2 か F2 しか持って、まあ、F2 でもいい写りするんですけど 1.4 持ってないんですね。うん、羨ましい。今日のね、やったやっちまったコーナーは、369モノクロマンさんのやったで、終わりますね。やったやっちまったコーナーはもう一人ね、ちょっと待機があるんですけど、なかなか投稿がないんで、ちょっと次まで順延ということで、今日の、まあ、動画はね、こんな感じなんですけどもね、まあ3月の終わりぐらいにね、飲み会を兼ねて月末ライブするということでね、とりあえずそうですね、マックスで6名ぐらいを予定してはおるんですけども、場所がちょっとはっきり決まってないんで、都合がつけば参加したいみたいな感じのね、ちょっと参加してみたいかなっていう、人が、どのぐらいの地域かで開催場所を考えようと思います。だいたいね、もう2つに絞れてきますね。高松ぐらいか、ナルトです。でちょっとね、高松でね、安い居酒屋の情報を持ってないんですよ。高松で飲んだことがないんでね、ちょっと考えてます。で次の動画なんですけど、次の動画特にネタ決まってないんですね。何の動画、もしかしたらうんちくの動画を作るかもしれないんですけども、今週の動画はこれで終わっちゃうかもしれないです。ネタがちょっと苦しいですね。はい、今日の動画はこんな感じ。またね、次の動画までお待ちください。最近ね、若い人の視聴者増えてまいりましたし、女性の視聴者もね、ぐんぐん増えてまいりました。ちょっとね、勢いを感じる感じですね。で、まだこれどこにも行ってないんですけどね、1ヶ月のね、再生回数がね、初めて4万回に到達しました。ありがとうございます。もう本当にね、最初1週間に2回とか3回とか、1ヶ月で20回ぐらい、しか再生されてなかったね、僕のチャンネルもね、とうとうね、4万回に到達したということで、ここまで来たね、皆様のね、おかげでね。で、僕の動画はね、もう、前々から言ってるようにね、皆様の協力が、あってこそのね、動画になってます。で、前回のライブでね、孝太郎さんと、エビナのサービスエリアでね、ライブしましたけど、同じようなノリでね、高坂とかね、湾岸長島とか、淡路とか、そういうね、サービスエリアでね、ゲリラライブみたいのできたらなと思いますね。どこもね、Wi-Fi が使える、パーキングになりますんでね、Wi-Fi、ポケット Wi-Fi で僕やってるんですけど、ポケット Wi-Fi じゃない、携帯の Wi-Fi で、パケットでやってるんですけど、携帯のパケットでライブするともうあっという間にね、ギガが足りなくなるんで、パーキングエリアでやればね、もう、無限に使えるんで、ライブいくらやってもいいかなっていう、感じになりますんでね。はい、今日の動画はこんな感じになります。で、この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきますんで、まだチャンネル登録されてない方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。リンクも出てきますんでね、お暇な方はお付き合いくださいませ。はい、それではまた次の動画まで、お待ちください。ごきげんよう、さよなら。